それでは諸君、お待たせしてねえな中学2年生でございます。今日はですね、初めて三角形の合同条件というのをやりました。小学校6年生の時に合同な図形っていうのをちょっと勉強したんです。その時に三角形が最初に出てきて、ぴったり重なり合う図形のことを合同な図形ってその時は言ったんですよね。それで実は中学生になったらぴったり重なり合うのは同じだし、合同マークというのは実は出てくるのね。でぴったり重なり合った合同な図形だと、辺の長さ、対応するね、角の大きさ、辺の長さも等しくて角の大きさも等しいんだよということであります。そしてさらに合同条件、これから実は三角形の合同であるかどうかというのを証明していくんですが、その時に使う合同条件というのをあるので、それを練習してみました。紹介と言った方がいいかな。では一番上を見てください。三角形 ABC と三角形 DEF が出ています。AB の長さが等しくて、これと DE の長さ、 AB と DE が等しい、 AC と DF が等しい、 BC と EF が等しい、3つの辺が全部等しい、それぞれ等しいとなったら、これは必ず三角形は合同、ぴったり重なります。その条件のことを三角形 ABC 合同三角形 DEF と書いて、三組の辺がそれぞれ等しいよと言ってやってください。三組は一組、二組、三組、まあ分かりやすく三組と呼んでしまう場合もあります。その三つの組の辺の長さが等しいということです。ではその次、この辺とこの辺の長さが等しくて、この辺とこの辺の長さが等しい、そして間の角も等しいよと言ったら、この残った辺の長さは関係なくぴったり重なるんであります。それがこの合同条件、2組の辺と2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいと言います。もう一つあって、辺は一つでもいいんです。その両端、両端の角が等しければ全く同じ三角形を描くことができたなんていうのを小学校の時やりました。そして描きました。それがこれです。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい、これでございます。これはさすがに描いたよね。一辺5センチとか底辺取って両サイドの角を何度何度って決めて三角形を描きました。この実はこれも描いたんだけどね、コンパスなんかを使いましたよ。さあこれもう一回紹介いたします。三つ合同条件というのがあります。それは三組の辺がそれぞれ等しい、二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい、こんな具合でありました。それでは実際に今度は復習ではありますが、角度を求めていこうではないかという問題です。1、2、3、4、5、これは五角形ですよね。五角形の内角の和は、この間やったこれによって5を代入すると3が出てきますよね。だから540度というのが五角形の内角の和でした。この公式に関しては実はね、一つの対角線によって三角形が1、2、3個できるから 180×3 でも出すことはできるんですね。それがこの公式です。 N に何角形というのを入れれば大丈夫だったんですね。はい、それではこの540度が内角の和だっていうことが分かったので、540度から1、2、3、4、
他の4つの角を引けば当然残りは x ですよね。こんな引き算をします。 90+128+112+73。 まあちょっとこの足し算でね、みんな結構間違っちゃうんですが、その足し算をしっかりやって最後を引いてみましょうね。この足し算が実はこれね、403度になって137度という x が出てきます。ちょっと確認しますね。合ってます。はい。そしたら次、これは何を使うかというと、出ているものがみんな外角です。だから外角の和を使います。 N 角形の外角の和はどんな多角形でも360度でした。ですので360から60と85と115を足したものを引けばいいんですね。さあ、これとこれ足し算簡単そうですね。ええ、これは、ちょうど200度になりそうです。となると260度、あ、これちょっと暗算でできたかもしれませんね。するとこれが100度となって、角 X は100度と、確認することができます。正解。それでは次の3番から6番、こちらも頑張ってみましょう。九角形の内角の和は何度って出せばいいですか？それはこれを使います。180(n-2)、つまり 9-2 ですよね。ですので、180×9-2 と書いて、180×7 を計算してくれると答えが出ます。ね。180×7 やってみるかね。7は56、71が7、出ました。1260度という形で出すことができました。次です。内角の和が4500、でかくね。4500度である多角形。これもこの公式を使います。N 角形の内角和の式が、180×N-2 ですよね。これが4500度っていう式を使います。180度で割って、この方程式を解けばいいんです。 N-2 は何個？25個なので、 N 移行してね、-2 をね、 N は27と出てきます。ですので、ここは27角形と書くんですけれど、多角形の名前は必ず漢数字、漢字で書かなくちゃいけないから、27角形と入れてやってください。さあ、ラスト2です。正12角形の一つの外角の大きさ、これはもう外角の和の360度を使っていきます。外角の和の360度を12個角があるわけですから、同じ角が正だからね、12で割ってあげます。そうすると一つの外角は簡単、30度って出ちゃいますよね。はい、最後です。一つの内角が144度である多角形は正何角形ですかっていうんだけど、これはね、本当にね、外角を使った方が簡単なので外角を使ってしまいます。外角というのは実は180度から内角を引くと出るんです。そりゃそうじゃない？だってさ、これ見てくださいよ。こっちが外角でこっちが内角だから、外角と内角を足したら絶対180度なんです。だから180度から内角引いたら外角、逆に180度から外角引いたら内角が出るわけですね。ですのでまず外角を出してしまいます。180から144の内角を引きましょう。すると36度っていう外角が出たんです。ヒュー。あとは外角の和を使いましょう。1個の外角が36度ですから、360度を36度で割りゃいいんですよね。つまり10が出てきちゃって、正十角形ということがわかるんです。正十角形です。やりました。さあ、今日はとりあえず三角形の合同条件というのを取り出して、合同の証明をこれからやってるぞという感じで、準備をいたしました。あとは角の方の復習でしたね。さあ、次回は三角形の合同をちょっとやっていこうじゃありませんか。ね、頑張りましょう。では、あ、そう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 。
あのね、金曜日、中学2年生、おやすみ、バザーイ。では、よろしく。